リチャード・エリオットは、グレートブリテン王国の外交官、政治家。1733年から1748年まで、庶民院議員を務めた。海軍軍人、ウィリアム・エリオットと、妻アン、1723年4月11日没、ローレンス・ウィリアムズの娘の息子として生まれ、1694年10月28日に、セント・ジャーマンズで洗礼を受けた。兄に、庶民院議員エドワード・エリオットがいる。1712年7月15日に、オックスフォード大学ベリオールカレッジに入学、1716年に MA の学位を習得した。1719年に在スウェーデンイギリス大使館の秘書官に任命された。1722年9月18日に兄エドワードが死去すると、その息子でわずか4歳のジェームズ・エリオットに代わって、領地を管理、海中選挙区であるセント・ジャーマンズ選挙区の管理も行った。1742年にジェームズが死去すると、ポート・エリオットの領地を継承した。官職では1722年より内国消費税徴税官を務め、1729年5月に退任した後は1730年1月から1738年まで、コーンウォール公領測量長官を、1738年3月から1748年11月まで、コーンウォール公領歳入長官を務めた。1733年1月、セント・ジャーマンズ選挙区の補欠選挙に当選して、庶民院議員に就任した。1734年イギリス総選挙で、リスカード選挙区にくら替えして、再選。1741年イギリス総選挙でも、リスカード選挙区で再選した後、1747年、イギリス総選挙では、セント・ジャーマンズ選挙区で当選した。議会では初め与党に属し、1733年に物品税法案に賛成票を投じ、1734年に7年議会法廃止法案に反対票を投じたが、1738年にウェールズ公、フレデリック・ルイスと共に野党に転じ、1739年にパルド協定に反対票を投じた。1742年に首相ロバート・ウォルポールが辞任した後は与党に転じたが、1747年に再びウェールズ公と共に野党に転じた。1748年11月19日に死去、12月3日にセント・ジャーマンズで埋葬された。長男エドワードが遺産を継承した。死去時点で、財政難であり、妻ハリオットはその理由を、コーンウォール公領の官職での支出に介した。エリオット一家の肖像画。ジョシュア・レノルズの絵画に基づくメゾチント。1726年3月4日、ハリオット・クラックスと結婚、三男六女を設けた。ありがとうございます。